い、おはようございます。炭酸生態のアジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、炭酸生態の効果実証済みのコンテンツをですね、新たに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、久しぶりにですね、この待合室のところからですね、立って動画配信をしていきたいと思います。ちょっとですね、やっぱり気分的にですね、喋りやすいなと思って、こんな感じでいろんな治療院の中とか、今日はですね、この待合室のところに来られた方の写真をバックにですね、配信していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、じゃじゃん、右肩から背中が痛くなった根本原因っていうお話をしていきたいと思います。まあ、この話なんですけども、よくある症状というかですね、根本原因とかその時の痛みっていうのがあるんですけども、これ僕技術のね、師匠にですね、本丸と外堀っていうですね、そういう教え方されたんですね。本当の痛みはどこなんだってことなんですね。例えばこういう方の場合は、右肩が痛い、背中が痛いっていうのが本来そこで原因があるのか、はたまたそれを引き金にしているどっか根本的なものですね、いわゆる本丸っていう言われてるところなんですけど、それがどこなのかっていうところですね、僕はやっぱりこういう治療家なんで、そういうところをやっぱりなくしていきたいっていう思いがあるんですね。でも他のっていうかですね、いろんな治療家とか治療院の方々おられますけども、実際どうなのか僕もちょっとわからないですね。でも聞いた限りでは、やっぱ痛みが痛いっていうところに対してですね、その方々をアプローチしていくっていう、処方にしか過ぎない。だから、そこは痛みが取れてもまた繰り返す。なぜなら根本、僕が今言った本丸ですね、本丸を対処してないからまた痛みが出てくるっていうことなんですね。で、僕はですね、この本丸と外堀っていうですね、その検証の方法であったり、そういうのを僕はやっていってるんです。実際僕もですね、治療科になる前に手術をしました。左膝十字靭帯切って、で右膝は半月板がもう損傷してですね、両膝手術したんですね。まあリハビリも終わって無事に社会復帰した時に、突然右の背中が痛くなったんですね。こう背筋がつるような痛みだったんですよ。で、僕もその時は全然素人で、治療科になるとか全然考えてなかった、ただの普通のサラリーマンだったんですよ。で、いろんな病院行ってもですね、背中に湿布貼ったり、背中に神経痛だとか、背中に注射打たれたとかですね、よう分からへんのですよ、結局結果がね。それで僕はいろんな調べていったところに、その根本的に探して痛みを取ってくださる方が京都にいたんで、僕があの時まだ30半ばですね、その頃に行ったんですね。なら、実はですね、その原因っていうのは僕の膝の手術の後ですね、左膝の手術の後の、いえばこう手術をするとですね、こう皮膚がこう縫われていくじゃないですか。そこはこういうこの突っ張りがですね、僕膝下20センチ、太ももに15センチぐらいあるんですね。その傷の跡が引っ張って引っ張って、皮膚を引っ張って筋膜を引っ張って、右肩が上がらなくなったっていうことを言われたんですよ。で、僕もほんまなんかなと思った最初で、その方は僕の背中とか肩をほとんど触ることなく、まあ、こう筋肉とかこう皮膚をね、動かしたりとかするぐらいでですね、なんせ左膝のばっかりその施術をするわけなんですよ。で、僕は本当にこんなんでよくなるのかなと思ったんですけど、まあ、施術終わったらですね、右肩、背中、痛みが引いてきたんですね。それを僕は体感したんで、まあ、自分が治療科になった時もですね、その自分の応用を期化してやっております。例えばこういう場合、この右肩とか背中が痛くなった場合、まさに僕が言えば経験したことなんで、例えば、動き方ですね、動き、例えば足踏みでもそうですし、座り方でもそうですね、あとは前にかがんでもらう時とか、体のこのひねり具合、そういうのを全てですね、チェックします。チェックすることによって、そのある動作ごとによって、どっか引っかかるところ、どっかが詰まってるところってあるんですね。それも可動域であったり、その動作もあるんですけど、それを見ることによって、やはりこの僕が今回この右肩から背中痛くなった人も、僕と同じ左膝が悪かったんですね。左膝が手術はしてなかったんですけども、もともとスポーツをして左膝を痛めたっていう経緯があったんですね。その経緯から僕は左膝の周りの筋肉、太ももの筋肉であったり、ふくらはぎの筋肉、これを緩めていくことによってですね、まず背中の痛みが取れました。背中の痛みが取れてくることによって、次が何起こるかというと、背中の痛みからその肩ですね、肩のこの動きを制限かけてたんですね。それを改善することができたんで、僕はまず背中肩よりもいきなり痛みの根本原因を見抜くことができたんで、そういう症状の取り方ができたんですね。
でこれはですね、いろんなやり方があると思うんですよ。たまたま僕はその膝からアプローチしたからそういう結果出たと思うんですけども、仮に背中の痛み、右の肩の痛みをある程度軽く取ってから膝に行く方もおられますし、僕はどっちか言ったらその通ってもらうっていう根本、通ってもらうっていうよりもやっぱり治したいっていうのがあるんで、続けて来ていただくよりもやっぱり1回勝負は思ってるんですね。そこで1回2回来れなかったら、まあ、この周期でこう来てくださいっていうお話になるんですけど、まずは1回で取ってみたいじゃないですか。だから僕はですね、もうその背中肩とかその動きよりもまずは根本原因を見抜くことができて、膝その周辺の筋肉それを緩めて背中の痛みが取れたんですね。すごい動くようになったんですよ。まあ、それをやることによってですね、やはりその来られた方の感動であったりインパクトで喜んでいただけるわけなんですね。そして僕はですね、そういうことをさせてもらうことによって、まあ、そういうことをすることによって、やはり紹介であったり口コミがいい口コミとかいい紹介がしていただけるんですよ。だからもしもあなたもですね、痛みの原因、肩が痛い、背中が痛いとかですね、そういうことを言われて背中と肩だけじゃなくてですね、他の動きを見てほしいと思います。例えばその僕みたいにその膝の動きとか見るなら膝の動きとか見て、骨盤の動きを見てとかですね、その僕が言いたいのは、今回僕が言いたいのはこの右肩から背中っていうこの現象ですよね。現象と原因っていうのをですね、見抜く力をつけていかないとあなたの技術は上がってこないと思うので、ぜひですね、そういう勉強もしてみてください。はい、まあ、こんな感じですね。今日は、この右肩から背中が痛くなった根本原因っていうのをお話ししました。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。はい、今日はですね、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね、良かったなとかためになったと思っていただいたら、いいねのボタンをよろしくお願いします。またですね、有益な情報をどんどん配信していきますので、こちらの方にボタンを用意しておきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。じゃんじゃん。